はい、皆さんこんにちは。今日もユナイテッドペンギンキングダムやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回このような感じの街を作っていきました。それでですね、今回はまたタスク出てますので、タスクに従っていきましょう。ニューカマーランプということで、これは前回作ってあるので問題なしですね。餌の方もここに取るやつありますので、まあ大丈夫と。資源的にはどうだろう、何が足りないかな。イカとか、まあ食べ物もありますね。薬草も81をあるので大丈夫。ゴミがちょっと少ないかなという感じはしますが、ゴミのコレクター、これですね。19必要なのか。なので、もうちょっと、かかりそうかなというところですね。他はとりあえずこのままで大丈夫かな。しばらくこのまま様子を見ながらタスクの方をどんどんこなしていくしかないですね。ちょっと早めて見てみましょう。餌の方はあと1取れば、まあ問題なく終わる。アザラシは倒している。よいしょ。さあ、OK ですね。タスクの方は終わりましたね。ちなみに槍の方は、7あるので、どれぐらいだろう、15ぐらいまで持つようにしておきましょうか。今みたいにアザラシ、体力200のやつが来ると、4発当てないと倒せませんので、とりあえずこれだ。他は何かあるかな？足りないものの他に、アザラシの群れが、まあ、もうちょっとで来るよと。家がいっぱいいっぱいかな。あとはニューカマーランプ、年間支援金。で、シャチが来ると。シャチは撃退できるのか？ちょっと怪しいところですね。まあ、とりあえず今はアザラシの群れが一番の問題だと思いますので、アザラシの群れにちょっと対応していくのと、家もちょっと作っておきましょうかね。家の方も1個建てて、とりあえず大人が増えた時に家がないというようなことがないようにしていきましょうか。さあ、ではですね、タスクの方来ましたね。こちらは薬草コレクターを建てなさいということで同意しておきましょう。薬草コレクターはまだ研究が終わっていない。15ポイント必要ですので、まあ15ポイント貯めていきましょう。今13ですね。まあまだ余裕はあるので、このまま待っていても大丈夫だと思います。よしよしよし。それと確か前回かな。どれだ？これだ。基本的なクーラーの方も研究終わりましたので、これもちょっと立てておきましょうかね。よいしょ。これで、人が ペンギンさんが暑かった時にここで涼むことによって、HP を減るのを抑えられるというみたいですね。まあ、こちらもちょっと作って効果の方をよく見てみないとわかりませんが、まあ、これを作っておきましょう。さあ、あとは薬草コレクター立てるために1研究ポイント必要ですので、ちょっと早送り。そしてアザラシは倒していますね。アザラシの、なんか子供も誕生した。来ましたね。15ポイントで薬草コレクター。で、あとはこいつを立てれば OK ですね。薬の欄かな？薬草コレクター。どうしよう。立てれない。ここですが、電気がない。電気がない。電気がないのは困りましたね。ちょっと待ってよ。あとここも入れられないのか。いやー、電気がないのは困ったぞ。少しここに入れて、電気もちょっと立てていきましょうか。ここにあるからな、重複してしまうんですよね。いやー、どうしよう、本当に。ギリギリで立てるには、でもこれでもかなりの範囲が被ってるな。ということで、ちょっと立て直しかな。ここに1個立てて、この上のやつは壊してしまいましょうかね。さあ、それとですね、アザラシの群れが近づいていますということですので、少し、まあ、準備という準備はありませんが、まあ、矢の方は15本ずつ持っ
て、あ、来てるって書いてあるな。アザラシの群れが集落の周りにいると。食料貯蔵庫から食料を盗む。あ、来た来た来た。え、こんなに来るの。 1,2,3,4,5,6、 まだ来てる。 6,7,7 匹来てますね。あ、やばい、右からも来てる。 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18体。マジか、こんなに来るのか。これはまずい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 。え、思ったより来てる。これはやばいぞ、やばい。しかもいいやつから干し魚から食べてる。ちょっと待って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 、やばい。これはこんなに来るとは思ってなかった。うわー、めちゃくちゃ食べられてますね。なんてことだ、これはびっくりだ。さあ、そしてその間に薬草コレクターできましたので、薬草の方は作っていきましょう。マジか、めちゃくちゃ来る。アザラシこんなに来るのかっていうぐらい来ましたね。びっくりした。あ、そしてやばい、ひょっとして、あー、矢が全部なくなってるな。これは気をつけないといけないぞ。さあ、ということで初のアザラシアタックはびっくりするぐらい、来ましたね。ということで引き続きタスクの方をやっていきましょうか。困ったことにゴミがもうやばい、ないですね。で、ゴミコレクターが19なので、もう少し、研究ポイントが貯まればゴミコレクターの方をちょっと作っていきましょう。さあ、タスクの方が終わりましたね。これで5ゴールド、薬草、そして星魚、ゴミもらえましたので、よしよしよし、ちょうどゴミ足りなかったので少し復活ですね。はい、そして研究ポイントの方が19貯まったので、ゴミコレクターを作っていきましょう。OK。よし、これでなんとかゴミの方が手に入りますね。どこだろう、これか。これも回転させて、電力はありますね。よし、作ってあるので OK と。よし、これを作っていきましょう。あと、働き手の方ですが、今のところ人いない感じですが、もうすぐニューカマーランプの方が発動されるということで、おそらくこれで人が増えるので、まあ、ゴミコレクターの方にも人少し入れていきましょう。さあ、そして待ってる間にタスクが来ました。ということで、基本的なクーラー。あ、これも大丈夫ですね。同意で、ここにもう出来上がっていますので、まあ問題ありません。あとは薬草の生産をするだけですので、まあこれは待ってれば大丈夫。これ8できたけど、どう？一発では終わらないのかな？ 8 できたけどダメなのか。さあ、まあとりあえずこれも待ってればおそらく問題なく出来上がると思いますので、このまま見ていきましょうか。あ、それとこちらですね。ゴミ集めの場所が、もう建設が入ってますね。うん、結構早い。さあ、1600、ああ、来た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 。さあ、もう立ちました。働く人がいないので、まあ仕方ない。これ2人いるので、本当は1人じゃダメなんでしょうけど、とりあえず1人だけでも働かせて、早めにゴミの方を集めていきましょうか。お、そして子供が誕生しましたね。よしよし、まあ、ちょっと食べ物、干し魚食べられてしまいましたが、まあ、徐々に、ちゃんと大きくなってるので、まあ問題はないでしょう。薬の方もめちゃくちゃありますね。薬草から薬にしてもらえばいいだけですので、これでしばらく進めていきます。はい、そしてですね、タスクが終わったのと、2羽のペンギンがニューカマーランプとして来ましたよということで、これゴミ拾いに1人と、まあ今のところ建設の方に1人入れておけば、まあ問題はないかなと。いう感じですね。で、家の方が全部また埋まってしまったので、少し家の方を建てていきましょうか。これもゴミが必要なんだよな。そこがちょっと問題ですが、まあこれ入れていきましょうか。家1軒とりあえず建てておこう。そしたら人手もちょっと足りませんが、子供がちょっと育つまで、待つのと、あとはまあゴミを拾っていかないといけない。2人入れたので若干生産早くなったかな。うん、そんな感じですね。ちょっと、あ、ただそこまでなんかこれを運ばないといけないのかな。8になって初めて倉庫に入るというような形ですかね。特に今のところ在庫の方は増えてない。あ、そうですね、8になって初めて増える感じなんだ。
さあ、そして新しいタスク来ましたので見ていきましょう。カルーセルということで、カルーセルを立てると、生産スノーブロックということですね。カルーセルは、危ない。研究ポイントありますので、OK と。さあ、これを立てることによって、またゴミとかもらえますね。どこだろう。カルーセルあった。石が12、金属が2ということで、まあ、これも問題なくいけますが、ちょっと電気がないな。あと、まあ、いいか、住宅地にちょっと建てておくか。住宅地に少し建てておきましょう。OK。で、ゴミの方がまだあるので、家の方もちょっと建てたい。よいしょ。勝手にですが、建てておきましょう。よし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 。少しずつ、なんとか復活してきましたね。ゴミの数が若干まだ低いかなという気はします。あと、研究ポイントの溜まりも少し弱いので、できたら研究施設も建てたいところですね。さあ、こちらペンギンさんの遊び場であるカルーセルできましたね。よいしょ、こんな感じだよな。さあ、まだ誰も乗ってくれないけど、誰か乗ってほしい。で、これまた乗った時ちょっと見ましょうかね。これなんだ？何の声が聞こえ？アザラシか。150、体力150なので結構3本使うな。よいしょと。OK。さあ、これで OK ですね。あとはスノーブロックが1個。あ、やばい。スノーブロックもなくなってきた。かなりやばいな。スノーブロック作るところも立てていかないと結構きついですね。いやー、これは困ったぞ。スノーブロックがないと、建物建てれない可能性がありますからね。こちらの方はどこだ？スノーブロック。あ、ちょっとタスク終わりましたね。スノーブロックを建てるところがわからないままだな。うん、あ、これですね。プラスチック、石、金属か。まあ、いけるかな。風力の方は、風力発電の方はいらないのかな？スノーブロック。いらない感じですね。OK。ということは、いけますね。スノーブロックメーカーを作っておこう。ただし、電気の方が少し怪しいな。よいしょ。さあ、これを縦長で置いておきましょうかね。こんな感じで、ドン。ただ問題は人が足りない。もうすぐ、おそらく子供が、でっかくなるので、なんかやばい、漏水でなくなった。やべやべやべ。逆にやばくなってきたぞ。漏水もあるんだ。そうかそうか。ということは、早いところ、これ子供が大人にならないとまずいですね。さらに、ちょっとキッズハウスの方も建てた方がいいのかな。まだこちらの方は特に、溢れる人が来てないので、まあ、これでちょっと様子を見ましょうか。さあ、言った途端ですね、子供が一気に増えて、住居が足りなくなりました。よしよし。さあ、そしたら次は何だ？幸福度と教育、ペンギン、学校か。学校を作りなさいということですね。ポイントがちょっとわからないので、1ヶ月だけ延期しましょうか。学校はどこだろう？学校19ポイントか。まだやっぱりポイント足りませんので、しばらくちょっと様子見ですね。そしてキッズハウスも足りないということなので、キッズハウスもちょっと建てておきましょう。ただアイスブロックがやばい、ない。アイスブロックがかなりないので、ピンチですね。よいしょと、とりあえずここでまずアイスブロックを作る場所を建てると。お仕事的にはどうかな？薬草いらないっちゃいらないような気もするな。さあ、ちょっとこれ困りましたね。あとアイスブロック作るのは2人必要と。そうか、電気もないんだ。電気も作っていかないとないですね。よいしょと。さあ、今一生懸命作ってくれてますので、まあこれも8個貯めないといけませんので、徐々に作っていきましょう。さあ、年間収
年間支援金ということでお金が72もらえましたね。うん、ちょっと多いのか少ないのかは分かりませんが、まあ、ちょっともうちょっともらってもいいかなという気はしますね。さあ、そして問題のシャチとアザラシの群れが来ると。これ、まあ、どうしたらいいんだろう。シャチなんて絶対無理だよね、これ。さあ、これで電気来ました。いやー、どうしよう。これ、大人にならないよ、全然。人手が足りませんね。さあ、タスクの方が出てきましたね。これ、学校関係ですよね。同意しましょう。まず学校を開放する。そして学校を建てることになりそうですね。どこだろう。学校はこれですね。必要なものは、あ、やばい。スノーブロック16。まさかのスノーブロック。めちゃくちゃやばいやつですね。これをとりあえず建てましょう。タワーの方は仕方ない。ちょっと15はいらないかな。これ減らす感じになるのかな。まあ15一度聞いたら、まあ作らないようにしておきましょう。10本までしか作らないようにしておきましょうか。まだ氷のやつとかも全然人足りていませんね。子供もいつ大きくなるのかわからないので、まあ、ちょっと今食べ物の方から、氷の方に移してますが、少し、いろいろ資材が足りなくなってきました。さあ、もうすぐ学校の方が立ちますね。OK。なんとか立った。これで OK ですね。学生が増えていくと。そしてスノーブロックも少し、報酬でいただきましたが、まあ、全部ほぼなくなっていますね。あ、そしてアザラシさんが来ると。これな、なんか強いアザラシだともう少しゴールドがもらえるとか、そういう感じにしてほしいものですね。はい、ということで、あともう少しでシャチが来てしまうんですが、これ確か、あれかな、氷の砲台がないと追い返せないんですよね。ただ氷の砲台は研究ポイントが300必要ですから、はっきり言って今作るのは無理ですね。さあ、シャチが接近中ということとタスクが来ました。出店を作りなさいよということで、まあ出店の方ぐらいならなんとかなるかな。研究していきましょう。もう本当に、なんだろう、これタスクのためにポイントを貯めてるというような感じですが、どこだ？あった、これだ。これで食べ物関係の供給が倉庫に行かなくてもできるようになったはずですね。よし、こっちの端っこの方にでも置いておきましょうか。必要なものはゴミ、プラスチック、木材、問題ない。ちょっと待って、やっぱりアタック食らってる、アタック食らってる。アタック食らってるな。ああ、一応これ矢でも攻撃できるんだ。ただ、こんなもん50ずつじゃ全く無理ですね。これきつすぎる。これひょっとして追い返すまで全部破壊するのかな。さあ、これで食べ物がもうやばい、作れなくなるの。いやー、矢もなくなった。さあ、どうするの。シャチ帰ってくれる。シャチか、あ、去っていくがすぐに戻ってくる。やめてほしい。これマジか、かなりきついな。さあ、ということで、これだけじゃダメですね。食べ物関係かな。なんだっけ。トローリングドック、これですよね。これを作っていかないと、ダメなので、もう一回こいつを作りましょうか。いやー、結構きつい。シャチ、本当にきついな、これは。さあ、このまま少し見ていきましょう。さあ、再びシャチが来るみたいですね。もう、多分、ここを狙う、ゴミの方が狙われるのかな？シャチマー、あ、違う！そっちか。そっちが来るのね。一応、氷の矢でちょっとずつ与えてますが、はっきり言ってもう無理ですね。はい、さようなら状態です。シャチが去っていくということで、一応シャチの方はこれで追い返しましたが、はっきり言って厳しいですね。またもやなくなった。あ、ということで、どれだ？ニューカマーランプ。これも作っていかないといけないんですね、また。よし、こいつももう一回建てていきましょう。ただ、ビルダーが少ないので、どうしようもないのと、まあ、いろいろなものが本当に足りないですね。まあ、人員が一番足りていません。もう一人来るのが、
またリセットかかってしまったので、まあ、あとは子供が大きくなるのを待つしかないですね。まあ、その間にまたアザラシラッシュが来て食べ物が食べられると。なんてすごい過酷な状況ですね。さあ、アザラシラッシュが来てしまいましたね。あ、タスクの方は終わりましたね。もうなんで今終わるんだ。いや、魚がせっかく手に入ったところですが、アザラシラッシュですね。やっぱりいっぱい来るのか。これはきつい。矢の方はどう？矢の方は10本ずつは一応あるっぽい感じですが、あ、やばい。こっちは2本しかないな。さあ、もう食べ物めちゃくちゃ取られることは覚悟しましょう。よいしょ。そしてですね、まあ今もう人手がめちゃくちゃ足りてませんので、ああ、取られた取られた取られた。魚は全部持ってかれる感じか。これどうしようもないね。さあ、そして人手が足りないので、まあ一応食べ物に全振りはしてありますが、まあそのおかげで薬草とゴミは拾えない状態となってます。薬がもうないんですよね。ということで薬草でやれるのかどうかはよくわかりませんが、まあこの状態でやっていくと、いう感じになってしまっています。これは結構厳しいです。あとプラスチックの方もめちゃくちゃ少なくなってきていますね。まあ、これちょっとタスク以外はもうこなせないんじゃないかというぐらい、資源がありませんので、まあこれはタスク出てきて、まあ何が次来るのか見てからにしましょう。さあ、タスクの方が早速来ましたね。アイスリングを作りなさいということで、アイスリングなんて作れるのかな？アイスリング、研究ポイントはありますね。ちょっと研究ポイントあるので作ろう。娯楽かなんかか？これは何がいる？プラスチックが8ということで、マジか。プラスチックめちゃくちゃ必要だな。ここにとりあえず作っておきましょうか。まあ、これでタスクこなすと、ゴミ、石はもらえると。あとお金が6とかもらえますね。なんかちょっとこれもらえるバランスが、よろしくない気もするな。さあ、とりあえずこれでいきましょう。さあ、タスクの方は終わりましたね。OK。これでアイスリングの方は完成ということで。あ、アイスリングでめちゃくちゃペンギン遊んでるし。いいね、いいね。さあ、代わりにめちゃくちゃ敵が来てる。よいしょ、OK。さあ、ペンギンさん遊んでますね。楽しいがめちゃくちゃ回復してる。ただお腹が空いてるので休息が少し足りない。まあ、楽しいはこれでかなり満足はしてもらえるみたいですね。足りないやつがどんどん遊んでいますので、まあ問題ありません。あんまりこっちのなんかメリーゴーランドなんて、子供来たことがあんまり見たいないですね。あ、そうか。ひょっとしてこの範囲にキッズランドがないとダメなのか。ということか。キッズハウス、これギリ入ってないからダメなのかもしれませんね。ああ、なるほど。次回からはちょっと気をつけていきましょうか。さあ、次のタスクとして、ゴミコレクター。まあ、こちらの方はもうすでに立ててありましたので、問題ありませんね。生産、ゴミを生産しないといけないということなので、いやー、どこから人持っていけばいいんだろう。食べ物かな。ああ、氷もないと。すべてにおいてちょっとピンチですね。とりあえずビルダーは今何も建てないから、これをゴミに割り当ててなんとか過ごしましょうか。さあ、タスクの方が達成されましたね。ただプラスチックがないのでどうしたらいいんだろう、これ。もし次何かプラスチック必要なものが来た場合は、ほぼ積んだ状態になりますね。研究ポイントの方は57あるので、どうしようかな。スノーブロックを1個作るか。ああ、やっぱこれもな、でもな、プラスチックがいろいろと必要ですね。研究ポイントも必要。まあいや、スノーブロック解除しちゃえ。よし、これでちょっとポイント7しかなくなりましたが、まあこれで少しでもスノーブロック補えるようにしましょう。さあ、では次のタスクですね。ああ、牡蠣を作りなさいと。これもなんか、26必要ですね。研究ポイントがないので今は作れませんが、まあ、ゆっくりとね、作っ
ていきましょうか。足りないものが本当いっぱいすぎて困りますね。まあ、とりあえず人員が何人も増えませんので、いや、結構もういろいろなものが建てれていません。はい、ではちょっと行き過ぎましたが、ポイント貯まりましたので、こちらを解除していきましょうか。で、これデコレーションかな？火器の方を作っていくと。これでちょっと幸福度が上がるのか何かよく忘れましたが、これで入れていけばいいのかな？ビルダーがいないよということですね。まあ、それは仕方ない。もうビルダー全く入れていません。ということで、氷のアイスブロック48ストックになりましたので、まあ、これはビルダーに割り当てて、少し立ててもらいましょうか。これを立てたところで、どれぐらい戻るかですね。プラスチックがまあ16もらえるので、まだ建物の方は建てれますが、本当にもう人手が欲しい。これ人手のバランスがどうなってるのかという感じですね。シャチが来る前にひょっとしたらこれ2回ニューカマーが来るように早めに作っとかないといけなかったのかもしれないですね。よいしょ、アザラシさんの HP も200のやつとかほんときついな。まあこれで仕方ない。作っていくしかありませんが、とりあえずあとは柿を立てるだけ。どんなもんかな。1000ですね。よし、早送りしていきましょう。ああ、休憩に入っちゃった。さあ、しばらくするとおそらく戻ってきますので、まあ、このまま立ててもらうしかない。OK。さあ、1000になれば、こちら完成ですね。タスクの方 OK。で、幸福度の方が少し上がるのかな。ロッジやばい、入っていない。そういう感じですよね。はい、ということで、また次のタスク出てくるまで待ちましょうか。はい、次のタスクは神殿みたいですね。ということで、神殿。これは27ポイントなので、また研究ポイントがしばらくありません。お、ちょっと待てよ。続いて神殿を建てるのに、どうしようかな。いろいろな物質がまずあるのかもちょっと心配ですね。楽しい。どこだろう？神殿は、どこに当たるの？あ、これかな？神殿、これですね。スノーブロックが22、石が6。あ、プラスチックはないので、まあ、研究さえ終われば建てることはできそうですね。さあ、ようやくニューカマーが来て、3人入ってくれましたね。これで足りないところにちょっとずつ人が割り当てられます。よかった、よかった。さあ、そして研究ポイント27ポイント超えましたので、神殿の方も建てていきましょうか。これも電気が必要か。電気が必要ですので、まあ、こちらに建てて、電気も建てるという感じになりそうですね。どうしようかな。海のそばだとよろしくないので、よし、ここに建てておきましょうか。建築関係は今一人しかいませんので、どうしよう。食べ物、やばいな。食べ物も少なくなってきた。薬草の方、まあ、氷ブロックかな。こちら、アイスブロックの生産から一人回しましょうかね。よしよし、こんな感じで OK と。はい、ということで、こちら、立て終わるまで待ちましょう。さあ、タスクの方は終わりましたね。ただ電気がないということで、まあこれは隣に発電施設作ってますので、まあこれで問題はないでしょう。いやー、やばいな。これ子供がいつ次大きくなるかですね。一回見れたりするのかな？まだ見えませんね。勉学の方はしっかりと入ってるので、まあそれだけは大丈夫か。さあ、ということで、はい、タスクまた来ましたね。次から次へと来るな。さあ、次は釣り場が欲しいですよということで、釣り場を作ってくださいと。問題は釣り場は25。また研究ポイント足りませんので、しばらく貯めていきましょう。さあ、こちらですね。年次報告書が来ましたね。なんだろう、これは。あ、シムパパ王か。あ、そうか。他のところと、ちょっと競えるのかな。まあ、次へ見ていきましょう。
都市タイトルに到達するためには評判が1500ないとダメですよと。幸福度とかは上がってるけど、ゴールドは減りましたと。まあ、大人のペンギン、子供ペンギンがこんだけ増えましたと。アザラシは70体倒していますよということですね。現在パッチは全て無効と。はい、ということでハンドルアップということで、集落はもう1年になると。身を寄せ合ってお祝いをしようということで、こちらですね。お祝いをする場所でお祝いをすると。わあ、結構集まってきた。さあ、集まってきて、これでみんなでお祝いですね。よいしょよいしょ。さあ、OK。はい、ということで、ここまでがデモ版ですね。中、バランスがちょっと厳しいのはデモ版だからかわかりませんが、まあなかなか楽しめましたね。興味がある方は動画の概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひ遊んでみてください。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.